こんにちは、サムライジャパンです。今回はこちらグランドサイコーの開封とレビューアンボクシングです。ワクワク、こちらはみんなのサブスク第8回ですね。もうね、カメクさんご所有の SBGB245、 こちらスポーツコレクションからタフ GS の登場です。 This program is brought to you by カメクさん。こちらみんなのサブスクというのは、視聴者さんから時計を1週間ほどお預かりしまして、私が代わりにレビューするというシリーズです。拍車を進呈いたします。これらは随時募集しておりますので、説明欄のサムライメールから軽くご一報くださいませ。約8万円台から、募集しております。どしどしご応募ください。お待ちしております。今はあと4つウェイティングしております。ありがとうございます。さあ、今回のレビューの主なトピックはお手紙の拝見ですね。そしてエクステリア、外装、サイズ、リストショット、そしてコオロギショットなどです。目標15分できるかな。まあ、それでは早速参りましょう。レッツゴー。それでは早速拝見いたしましょう。ギュッ、レッツオープンイット。じゃん。おおほう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 、これはですね、このカラーね、本当に独特で、まずはちょっと外装をね、じっくりとアップで、外側はエアコーティングはついていませんので、そのまま光りますね、反射しますね。うわー、綺麗だな、すごいね。あ、もう一度このまずダイヤルですね。この、微妙なさじ加減のグレー色ですね、まあ、シルバーグレー、まあ、ライトシルバーグレーですかね。ほぼシルバーですが、少しグレーが入っている感じですね。そして、ラインはですね、横に入っていますね。よく見るとそうですね、割と不規則な、これ画面上で映りますかね、あ、このぐらいでどうでしょう、ね、横のライン不規則な感じ、例えばオメガのアクアテラ、いわゆるあのデッキボードですね、あのような雰囲気に近い、非常にこれ手がかかってますね、すごいな。そして、まずシェイプ、形ですね、これがもう全く違いますね。スポーツコレクションのタフ GS ですね。ムーブメントは 9F クォーツですね、年差の 9F8282 ということで、大きい方のキャリバーが積まれています。このね、ガツンガツンガツン、この迫力ありますね。そしてここを見てください、このデイトのとこですね、しっかりと枠が刻まれていて、非常に立体感が出ているのがお分かりかと思いますね。それからこれは今ライト至近からね、当てていますけれども、これライト至近から当てても見えると、これはすごい技術ではないですか。今ご覧になって画面上はもう真っ白に映っているかと思いますが、目で見るともちろんわかるんですね、キラキラキラっと。これがカメラでは伝えきれない部分かもしれませんね。いわゆる動画でも、動画ですら限界があるということですね。そしてこの、研磨とですとか、この角度の付け方、これ全部違いますね。どのように違うか、例えば、今日は私も同じようにペアで、外しましょうね。これ
サイズは同じ40mm、左側はヘリテージコレクション、いわゆるクラシックなタイプになっていますね。このダイヤルはどちらかというとぐるぐると回るんですね。そしてこちら右側のタフ GS ですね、最新モデル、ここはやはりくるくると回るというよりも、非常にタフなイメージを作り出していますね。ですのでインデックスのバーもとても太いですよね。真ん中にルミブライトがね入っていますよね。そしてやはりね、まあ粘鎖クォーツだけありましてね、私の今秒がね見えてると思うんですが、もうぴったりと狂いがないんでしょうね。そしてこのデザインのそのザラツの研磨、こちら例えばヘリテージコレクションはほとんどの面がこうザラツで研磨されていまして、これだけデザインが違います。そうしましたらこちらにちょっとフォーカスしてみましょう。こちらはですね、真横がまずはこのブラッシュ仕上げですね。この形、この形ですよ。これがもうスポーツですよね。ぶっといラグと、クッションラグ、ダイバーズ系もこのようなガツッとしたね台形状の、そして、ここの角の部分、ここがザラツ研磨されてますね。これ今ブルーに映ってますよね。今これドアップですね。そしてここも研磨ポリッシュ、ミラーポリッシュですね。これ手の方がいいかな。はいね、これ手袋が映っていますよね。そして表面、正面から見た時にはこの縦ですね、縦に筋を入れてるんですね。ブラッシュを一直線ですね。はい、全部揃っています。もう一体として整形、整えているという感じ、どのようにするんだろうと、すごいですね。そしてやはりこの横、これはザラツ、ポリッシュ、ミラーポリッシュ、割とこう綺麗にエイジングされてね、この感じのいい傷がついてますけれども、やはり傷がついてもさすがのミラーポリッシュですよ。輝きを失うことはないですね。こちら裏側に回りますとね、綿棒のところこうシリアル入ってますが、獅子がね真ん中にドスンと座ってるのか立ってるのか、まあいいでしょう、鎮座していますよね。こちらのタフ GS ですね、どのあたりがタフなのかと、20気圧防水と20バーですね。それから、胎児アンタイマグネティックですね、胎児性能が強いと。でこちらの場合は、強化胎児と、なっていますね。こちら誇る、正確には16000アンペアメーターを誇る胎児性能と、そして暗闇に光るルミブライト、完璧な調和で組み込まれたモデルですとなっていますね。切り立ったベゼル、荒々しい、縦の筋目、軽快なスタイルでありながらタフさを主張するフォルムと、はい、ありますね。そしてその胎児の部分ですけれども、この磁界の強度の単位、アンペアメーター、アンペアメーターとは磁界強度の単位で、よく、ヨーロッパ方面で使われるガウスですね、オメガですとかロレックス、こちらは、時速密度という単位だそうで、テスラもありますね。ガウス、テスラが同じようなグループと。なかなか奥が深いですね。ちょっとあんまり掘り下げるとお時間なくなってしまいます。このあたりで、ちょっとご勘弁ください。そしてこの、ストラップですね、まず、この外側、外観ですね、こちら少しねこう使われてとてもいいエイジングされていますけれども、これはコーデュラファブリック、コーデュラよく聞きますよね。
もちろんね、バックパックであるとかそういうものにも使用されるものですね。うん、非常に強度が高いと。はい。そしてこの裏は、一見レザーっぽいんですけれども、これ実はラバーなんですよ。はい、そうですね、レザーとお間違いになる方もいらっしゃるんですけど、うん、やはりね、外国の YouTuber の方でいらっしゃいましたけどね、有名な方で、だけどやっぱり訂正されてましたね、ラバーですよと。そういうこともあるでしょう、うん、はい。でそれからこちらはいわゆるディバックル方式になっていますね。ですのでシャッとすぐつけられますね。そしたらカチッといきましょうか。うん、こちらね、感触はまあもちろんね使われていらっしゃるのでちょっと軽いですけれども、うん、ただこのロックされた具合というのはこれご覧に なれると思うんですけれど、非常にがっしりと、うん、そして付け心地ももちろん後ほどいきますよ。はい、まずはこの辺りで、よろしいでしょうかね。ここの、うん、そうですね、サファイアクリスタル、もちろんサファイアクリスタルなんですが、このケースからの出っ張り具合ね、ご覧になれると思いますけど、ほぼ1ミリぐらいは出てるんじゃないですか。うん、非常に分厚い。ちょっと爪でコンコンとしてみますよ。あー、もうまるで音がしないような、もうごつさですね。うん、爪だとまるでこう歯が立たないというイメージです。はい、うん、よくアジアとかでやるとね、こうカッターナイフをこうシャ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 ってやって、はいはい大丈夫ですみたいなね、そういうマーケットとかあるんですよね。うん、まあそういった小話も含みながらの、レビューとなっていますけれども、まあこれ綺麗ですね。うん、それではご本人様からお手紙いただいておりますので解読しましょう。それではこちらお手紙ね、丁寧にいただきました。カメックスさんですね、ありがとうございます。じゃあ早速読んでまいりますね。はい、こちらの SBGB245 のレビューをしていただきありがとうございますと。いえ、こちらこそありがとうございます。このストーリーがねやっぱりいいんですよ。うん、皆さんも聞きたいと思いませんか？私は聞きたいです。はい、この時計は事務仕事をするときにメインで使っていますと。うん、私の職場の、作業服の色が独特でと。作業服とありますが、まあ、要は制服でらっしゃるんですよね。で、独特と。うん、独特ですね。はい、皆さんはご想像なさってください。で、あまりキラキラするようなものをつけていると違和感しかありません。違和感。そうですね。まあ、私の、イメージする服装ですと、やはり違和感がありますよね。まあ、逆に反射してはいけないというところもあるんじゃないでしょうかね。はい。よって、多少地味、グランド成功が欲しいと思って、いらっしゃったと。いうことですね。その時にこのモデル SBGB245 を見つけましたと。少し地味めのモデル、されどグランド成功を狙っていらっしゃったと。わかりますね。これでも地味ですかね。あのよくね売れている人気モデルではありますけれど、ウェブ上で見ると確かに地味っぽい感じもしますが、あの実物はやっぱりすごい輝きですよ。うん、まあもうカメラにね大体映っているかと思いますよ。これが地味ですかっていうとね。うん、まあゴールドもね、ゴールドキラキラとは違うキラキラですからね。そしていざ購入となると躊躇してしまうものですと。はい、そうですよね。どうせなら金属ブレスレットのモデルを選んだ方がいいのではないか、もっと好みの文字盤の色があるのではないかなどと考えていましたと。しかしまあ考えていても何も始まらないのでと。この辺ね、もういいですよね。私もそんな感じですね。うん。そして現物も見ないまま力強くポチりましたと。力強くポチったんですよ。まあ、スマホ大丈夫でしたか？あんまり力入れるとね、折れたりしますので、
ボケですね。はい、これは、はい、翌日に届きましたが、思っていた以上にグッドルッキングでした。グッドルッキングも久々に聞きましたね。うん、ナイスガイみたいな感じですよね。はい、派手すぎずに、これなら安心して職場へつけていると確信しましたと。なるほど。これ派手すぎずとありましたが、でもここね、ちょっとしかしと、同僚の方ですね。はい。の方からは、いい時計をしてますねと、やっぱりね、すぐ言われたそうですよ。はい。そういうエピソードのメールでいただいております。はい。そして届くまでは、ストラップの生地のコーデュラ、ファブリックですね。とは一体何なのか。まあ大体わかると思いますが、はい、この生地は夏での装着感はどうなのか。ああ、それありますね。うん、裏もラバーですからね。いろいろと謎と不安がありましたと。もうまるで映画の世界ですね。ミステリーですよ。はい。そして、結果として夏でも快適に使えてと。おー、やっぱりね、さすがですね。はい。それから、濡れても気持ち悪いと感じることはありませんと。なるほど。これはいいですね。はい。なんとなくズブッと。ちょっと湿った感じ。わかりますよね。はい。そういうのが、まあ、気持ち悪いと、いうことはないと。そしてガンガン使えそうですと。そうですよね。はい。本体のスペックも十分で、20気圧防水は、真夏で常に水没さながらの汗をかく私には、どこへ水没するんですかね。これご自身の汗で水没ですからね。まあひどいですね。私には嬉しい限りですと。ああ、本当にやっぱり20気圧防水までになると。10気圧だとね、どうしても日常生活強化防水という位置づけですよね。しかも安定のクォーツなので、時計として絶対的な信頼性がありますと。はい、本当にそうですね。それから、インデックスバーもグランドセイコーらしく光を反射しますのでと、キラキラキラとね。はい。時計を眺めた時になんとなく絵図に浸っています。時計は見ますが時間は見ませんと。もう意味わかりませんね。はい。時計は見るんですけど時間は見ないんですよ。何時っていうの見ないと。もうまさにね、あるあるですよね。だけど私もありますよ。はい。パッとまあ何時かなと思って見るじゃないですか。で結局あれ覚えてない。要は認識してないっていう、脳が認識してないんですよね。簡単に言いますとね。でもう一回、意識してみると、なるほど、8時59分かという感じですよね、現在ね。なお、この時計にも風防フィルムを貼っています。これ全くわからないですね。すごいですね、これ。フィルムが貼ってある。全然全くわからないです。すごく、フィルムといってもクラリティが高いので、本当ですかっていうぐらいですよ。ケースは、気をつけても何かによくぶつかるので絶賛負傷中ですと。メディックって感じですかね。何を言ってるんでしょう。メディック。わかりますかね。わかる人はお分かりですかね。はい。この個体とは長い付き合いになりそうですと。いうことですね。なるほどね。これは本当に一度使い始めると、さしてね、もちろん高級、これこちらお値段が33万円ですよ、ね、高級モデルなわけですけれども、一度使い始めるとなんとなく、もう思いっきりガンガンと使っていけそうな具合ですよね。素晴らしいですね。はい。もうエクスレも十分ですね。15分大丈夫かな。それでは、サイズいきましょうか。もう一応オフィシャルで出ていますので、これをもとに一応感覚的な毎回のこちらワイドですね、一番大きいところで 40.4mm ですね。オフィシャルでは 40mm となっていますね。厚みは 12.8mm と実寸はなっています。
こちらオフィシャルでは 11.8mm ということで 1mm 差があるんですね。おそらくこれは例えばこの裏のこのグランドセイコーの突起出てますよね、これを拭くまずと、それでもすごく薄いですね。これだけ、サファイアが分厚くてと、細腕の方にも一番大事なサイズ感のところ縦ですね、ラグトゥーラグ、こちらが 46.4mm ですね、46.4mm となっています。ですので本当に平均的なサイズ感に収まっていて、ベルトの幅、ラグ幅はいくらでしょう。あ、ベルトの幅はそうですね、これ20ですね、はい、ベルトラグ幅は 20mm となっていますね。うん、替えベルトもねたくさんありますので使いよいですね。そして後ろはテーパー出しますね、17.5mm ぐらいまでテーパーとしますね、はい、そしてもちろんねバックルはグランドセイコーと入っていまして D になってますね、そしてこれをそのスッと入れながらカチッと、このクオリティやっぱり高いんですね。カチンとパチンという感じではないんですが、このようにね、このバックルのところはピンで押さえますよね、ギュッと押さえると今ここの真ん中部分がへこんでいるの分かりますかね。アップにしますよ、これここでカチンパチンと締めるわけですよ。これは何が良いかと言いますと、突起が出ていることがないわけですね、はい、例えばこちらの GS のいわゆるブレス、ステンレスブレスのバックルですよ。この突起がついてますよね、これに引っ掛けるわけですよ。そしてカチンと、そうなのでこれ外した時に何が、まあ、特に問題にはならないんですけど、私がふと気づいたのはですね、割とこのセーターであるとか、まあ、このここの下のタオル地でもいいんですけど、意外とこう引っかいてしまってビヨーンと糸が出てきたりするんですね。全く突起がないですから、とっても優しいと、肌にも優しく、ストンとねうまい具合に綺麗にはまりますね。もう長くなりますのでね、リストショットへ参りましょう。いつもの位置、距離からですね、はい、このように映りますね、カメラはもちろん大きめに映ります。で実物はというと、これ私ちょうどいいサイズ感、ご本人さんもね地味めとおっしゃっていましたが、これ地味に見えるかと思いきやですよ、すごい存在感ですよ全く地味ではなくて、ちょっとその時計見せてもらえますかってみたいな、そういうね人を引きつける魅力に溢れていますね。これはやはりウェブ上の写真ですとか見る限りだと伝わらないと思いますね。やはり手首にはめて、ナイロンと全部取って、でそしてはめて、見る、まあそういう時計屋さんがあればいいですけど、まあそのような感じで、キラ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 、インデックスがこれ光ってるんですね。ちょっと長距離からだとなかなかあれですけれども、これどこかがですね必ずキラキラと光ってるんですね。でリストもこのような感じ、もうぴったりですね。そして裏はこうなってます。私の場合はちょうど、バックルの部分がこの辺りに来ていますね、この平べったい部分にちょうどぴったり来ていますので非常に快適ですね。これまあラバーといえどもなんとなくアルカンターラっぽい感じの感触に近いですね、はい。であとはこの、隙間具合ですね、ここぐっとね下がっていますので非常に装着感が良いですね。横、真横から見てもこのぐらいと。そしてここはドリルドラグになっていますのでベルトの交換もしやすいと、まあ、コージュラーですからね洗濯しても良いでしょうし、春夏秋冬いつでも使えるモデルではないですかね。そしてこの、
ベルトのカラーですね、もちろんグリーン色には近いですけれども、グレーが入っていて、そしてなおかつこのコーデュラのストラップの一本一本の繊維がやはり反射して光っていますね。高級感というのが溢れていますね。まっすぐ綺麗に縫われていますね。うん。そしてこのあたりは少し、例えばこの糸がねほつれてくる感じ、わかりますかね、ここの部分とかね、このあたりですね。これは小さめのハサミでねチョキチョキと散髪してあげると、うん、ちょうどいいのではないかなと思いますね。いや、これ素晴らしいエイジングですね。はい、グッ、グッ。そして正面から見るとこんな感じですね。こういう感じです。うん、とっても快適ですね。やはり軽いですね。うん、重さが 101.0g、 101g ですね。ですので軽い軽い、そういう感じです。最後はコオロギショット行ってみましょうね。ルミブライトどうでしょうか。レッツゴー。はあ、まあドヤっていう感じですよね。いやー、非常に美しいですね。語るまでもない、さすがと。もう世界最高レベルのルミブライトですので、うん、全く問題ないですね。これ上がなんとなく光ってるように見えますよね、この縁の部分が。しかしこれは反射なんですね。反射ですよ、すごくないですか。反射して、今これだと上がね 1,2,3,4,5 と上の部分がね、ポチポチが別に、ついているような感じしますよね。それがこれなくなりますね。そして今度はこちら側が反射して、これすごいな。これ実用性もバッチリですよ。うん、夜間の視認性もとっても良いです。非常にタフで頼れるナイス、何がいいでしたっけ、ナイスガイじゃなくてグッドロッキングですよね。はい、本当にそんな感じです。いやー、良いですね。はい、以上でございます。それではサマリーマイソーツですね。こちら皆さんはいかがだったでしょうか。うん、やはりこの縦の筋目ですか、非常に荒々しいと。で、荒々しいと、うん、一応表現はされていますが、まあ基本的にやはり GS ですよ。もう上品ですね。そしてこれは想像よりも存在感がゴツッとあります。これはもう本当に男らしい感じですね。この角度とかね、非常にごっついですよね。で、真横から見てもこのような感じですから、うん、あ、操作性はまあね、1,2,3,4,5 で解放されますね。はい、そうですね、まあこのあたりはもうよろしいでしょう。はい、汗で自分がまあね溺れかけても、汗でですよ全く問題ございませんね。そのあたりやはりこの、なんていうんですかね、万能加減というかですますかね、いわゆるマイティですよね。マイティ GS という感じですね。今回はマイティなタフ GS と。私これね、実はとっても欲しいんですよ。じゃあ買いなさいという感じですからね。カメックスさん、どうもありがとうございます。そして、皆様、いつも見てくださる皆様、そして新しく、初めてご覧になった皆様、まあ、こういうシリーズの回もありますので、
どうぞご贔屓に、お願いできればと、はい、ありがたいと思っています。それでは今回は以上でございます。いつもご視聴ありがとうございます。